帰り道にね面白い神社見つけちゃったんですよ。これね長野県の超有名な場所なんですけど、うん、滋賀県にあるの初めて知ったわ。同じ神社の系列かどうかも分かんないけど、はい、戸隠神社お邪魔します。長野県の戸隠はね、あの鳥居からめっちゃ遠いんだけど、よいしょ、安定の蛇口安定の蛇口だわ。井戸があるよ、井戸。お嬢さん、こちらこちら。はい、たまえ、きょめたまえ、おもりたまえ、さきはいたまえ。そしてですよ、上を向いてください。うおすごい、ドラゴン。これちょっと一段写真撮らなあかんやつな。マジか、よく気づいたね。なんか最近竜づいてるね。ドラゴン、竜がいて、見えるかな、象がいて、ワテがいる。はい、よし、行くよ、ついといて。どうしてしたばっかりと。わあ。こっちもなんかあるよ、はい、こちらに見えますのが井戸です。入っていきます自由だな、アブスは。鳥居だけか、うん、真っ青じゃん。稲荷とって書いてたんだけどね。バックヤード行けるよ。のどかな田園風景を。なかなかいい画角だね。
1位カメラマンに徹す。結構ご立派な拝殿で、はい、これだけなんですけど、もしかしたらあっちの森の方に行くと何かあるかもしれないけど、もう時間が時間なので今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、はい、今日は滋賀県にある戸隠神社のご紹介でした。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。切る前に必ずチャンネル登録してくださいね。 50% の人がチャンネル登録してないって出てたからね知ってんだよよろしくね。時間がある方はこの奥、よかったら散策してみてください、はい、ちょっと駐車場がねないからね、うん、もしかしたらこっちに、こっち側にあったのかもしれないけど、ない方に来ちゃったんで、うん、ちょっと強引なところ止めていたんで急いでおりますはい、はい、それでは皆さんさよなら、またね、またね、バイナラピー。